こんばんは。よしよし。お疲れ様です、みんな。おお。ハリタン、一番ありがとう。あれ、なんかエコーかかってた。たくさんありがとうございます。あ、そうなんよ、のりたま。今日で、今日でだよね。8月終わっちゃうんですよ。早かったな。楽しかったですね。ワンガンさん、明日から9月だね。キンちゃんさん、ユッキーさん、ヒロさん、ケンジ、ダイクさん、ブルームーンさん、荒波、ひでゆきさん、ネコさん、大将さん、お疲れ様。おさぴーさん、イズキュンさん、フォロー、今、ありがとう。今してくれたん？ありがとうございます。フォローしましたって。え、早っ、コオロギ泣き出したの？コロボのところ。早いね。よきよき。豆柴さん、あっちいけりんすさん、じいじ、しげさん、ダーシャハさん、ゆうみやんさん、ゆみやんさん、よしーパパさん、かげちゃん、ホイップさん、ぐっち、ひろきーちゃんさん、やっくん、かんちゃん、しんいち、おお、全然、昨日はめっちゃ急に、7時からだったもんね。ありがとう。たけるしさん、カタカナのまささん、スコールさん、ヘビクボさん、元気？元気です。お久しぶり。じいさん、お、ダマコ、よきじゃないか、ひなほです。ありがとう。てるてるさん、さとちゃん、はじめさん、はじめましてなっとる。ピクルスさん、まだおさん、りゅうさん、ヘビクボさん、バサシさん、イサムさん、アラナミ、アダさん、今日もありがとう。リュウセイさん、ノブさん。おお、なるほど、今日は8月31日だから野菜の日だって。確かに今日野菜食べたっけな。野菜、野菜、野菜、あ、野菜食べてないな。昨日は食べたけど夜がまだなんですよね。今帰ってきたところで。ロッピーさん、こんばんは、ありがとうございます。あー、そっかそっか、昨日ね、7時からありがとう。え、2021年3分の2が終わったらしいです。やば、早、今年なんか特に早く感じるな。カリタが言ってくれてる。ガックンさん、ありがとうございます。愛媛県の会社のアイス、え、何アイス食べまくってますって言ってくれてる。ミーシャさん、サマーラブさん、そうです、おひつじさん、こないだ紹介したサロペット的な、ありがとう。まゆまゆさん、ローマ字のマスさん、こんばんは、ありがとうございます。花火見れたって、さっきあげてくれとったやつかな。ケンジ、花束ありがとうございます。今日の晩ご飯何にしよっか、タマコ。アニックさん、ヤマッピ、ありがとうございます。ツアーを一緒に駆け抜けてめっちゃ楽しい夏だったわーんって、それなー、すっごい今年の夏は思い出深いぞ。去年はね、なかなかライブできなかったけど、まあ、12月できたけどね、去年も。ムラピーさん、ユイさん、トロケルさん、お寿司大好きさん、こんばんは。ユッキーさん、プチ、ありがとう。カリタン、カウントありがとうございます。ユイチさん、虹色さん、ユッキーさん、いらっしゃい。え、嘘、なんで定型文が変更されてる？本当？え、なんで変わっちゃったのかな。のりたま、金魚ありがとう。金魚すくいだ。大勝さん、しゅんちゃんさん、ありがとうございます。よしんこなくなった、なんでだろう、更新されたのかな。けすけありがとう、よきメイクありがとうございます。あ、
花ちゃん本当に副反応出てないのか、2回目のワクチンで。でも出ない人もいるってね言ってたからね。てか何人かに、な、誰だ、5人に1人が出るんだっけ、逆に副反応なんか聞いたことあるな。ヨッピー 3.5 さんありがとうございます。ドームさんありがとう。ありがとう。流星さんめちゃめちゃ花火溜まってた、ありがとうね。あ、溜まっていくものなんだ花火って。ありがとう。今日は I love you の日。そうなの？みんなに、好きな人にラブを伝える日ってことですか？ハッピーエンドさん、カウントありがとうございます。あ、インスタね、ダマコストーリー、そうそう、今日新しくストーリーあげたんですけどね、あ、そうだ、ここにちょうどあるんですよ。ここでちょうど見てて、あれどこいたっけな、あれあっちにしまったっけ、よいしょ、これ、私たちがさ、ダラッとしたポーズカタログ集っていうのに載させてもらっとってね、もうこの分厚さ、一冊全部竹山の写真集みたいになってるんよ。でそれをみんな見てもらって、こう絵を描いてもらうような、あのカタログ集になっているんですよね。そういうこうイラストのための写真、裏も私とハルポがおりまして、私がこう寝転んどるやつもある。こういうのを2年前かなに発売してて、これをね久しぶりにね見てたんでしょ、1ページ目から。そしたらもうエモい、もう久しぶりに見たらめっちゃエモくてさ、これ今売ってるのかな、これすごいね、好きなね写真がある、これも見せたいな、みんなに。めっちゃね見てほしいやつとかあるんですよね、4人での写真とかで。めっちゃね、あ、これ楽しかったなっていうめっちゃいいのよ、本当に良かった。今あるのかな、これ。ありがとう、それ大好きって言ってくれてる。あ、今も売って、 Amazon でよきよき、みんなゲットしてほしい、これぜひ。めっちゃいいので、すごいね、いっぱい撮ってくれとって。しかもオラフお出かけ、あ、オラフいるよここに。ひろひなさんありがとう、しろとまさんも、のんさんありがとうございます、パパパルさんカウントありがとうございます。あ、おめでとう、昨日はおめでとうございます、お誕生日。そうだそうだ。お、土半端ないと、今夜か、ぜひぜひ。そっかそっか、最後ですよね、あのさくらの最後の回だよね今日。そうだそうだ。ちゃんみゆさんこんばんは、ありがとうございます。しょっちーさんこんばんは、ありがとう。19歳で人生の半分終わってる？どういうこと？そうなんですか？体感？19歳までがめっちゃ長く感じるってこと？そうなんや。わ、とろけるさんありがとう。YouTube で少しずつ竹山の奇跡を辿ってるよって言ってくれて。キュインさん、宝箱さん、みごまちさん、コウジ、さとしさん、ありがとうございます。おー、お疲れ様、3連休明けのお仕事。そうなの？そんなに秋の虫泣いてるの？みんなのところ。イズキュンさんもめっちゃ泣いてるって。いや、それなんよ、ユミヤさん、私もそうだと思います。去年とかめっちゃ早く感じてさ、それはなんかイベントとか逆に何も なさすぎてめっちゃ早く感じたのかな。お、荒波いってらっしゃい、カウントと
有馬温泉行くの明日から。いいな。あー、リアル花火ね。やったよロッピーさん。ホノピーとやりました。私リアル花火は今年ね、それが最初で最後かも楽しかった。リアル花火ね今年の。ひつりさんプチありがとうございます。いやわかるわかる。私もあのセブンのさ、最近発売されてるコーンサラダ、みんな食べたことありますか？コーンしかないよ。もう他に何のサラダもなくてコーンだけのサラダがあるね。だからコーンが好きな人はめっちゃねいいなと思うんだけど、とにかく量が多いんだよな。めっちゃ好きだけど。君はお酒なら何が飲みやすい？お酒か。あのマッコリが好きだね私は。今まで飲んだお酒だったらマッコリが一番美味しかったかも。あ、梅酒も美味しかったかな。ヤマッピカウントありがとうございます。バナーを私のお仕事に変えたんやね。え、バナー変わってる？本当だ。え、めっちゃ怖いんやけど。私変えてないんだけど。え、めちゃめちゃ怖いんだけど。あ、誰かが入ったのかな私のアカウントで、その関係者の方が。え、めっちゃ怖いいや私変えてないです。そうなんだ、変わってる。だからあれかな、定型文消えちゃったのかな。多分消し消えちゃってるのかもしれないね。ちょっと確認しときます。びっくりした。おっきいさんこんばんは、ありがとうございます。人生まだまだまだ。でも22までめっちゃ早かったな、生まれてからおおりらくまさんなんとかありがとう、起きててくれて。ようちゃんありがとう、5分ありがとう、くれてるね。あ、ほんと曇りなんだ明日。ケンジありがとう、今日のお洋服も。まさひろさんこんばんは、ありがとうございます。あら猫さん嬉しい、初めてライブ行けて、し自分史上最高の夏です。嬉しい、ありがとう。お猿さんこんばんは。ゆうじさんこんばんは。ケンジお弁当箱ありがとうございます。アップロードし直したからなのかな、そういうところか。何か変えようかな、じゃあ。あ、元気は副反応出てたんだね。え、今出てるのかな。リッキーさんこんばんは、ありがとうございます。明日から2学期、ひなおさん夏休みの宿題は夏休みの宿題がある時代はもう終わってしまったんだな。夏休みの宿題、割とあの自由研究とかが残るタイプでした。あの読書感想文とか、他はね早く終わってたんだけどな。フジモンさんセミありがとう。お寿司さん一周ありがとう。原潤さんこんばんは。ケンスケセミありがとうございます。毎日一つのいいこと、ひなほは今日はどんないいことがあったかな。そうか、そうだな。みんなと今日はあのラジオ収録してたんですよね、さっきまで。それですごいワイワイ楽しく話せたのが楽しかったです。今日は。あ、そうなんだ。副反応ファイザーよりモデルナの方がきついそうなんやね、変わるんや結構。カタカナのカズさんこんばんは、ありがとう。石川真也さん、みちゃおさんいらっしゃい。お疲れ様花ちゃん、17連休って大丈夫か。やばい。ケンスケかわいい、ありがとうございます。滝山ファンならモテるやろって言ってくれた。あー、ほんまにめっちゃみんな持ってくれてる。ありがとうありがとう。あ、ポストカードね、そうなのよ、店舗限定で。ありがとう、アスポンも笑ありがとう。アマゾンで見つけてくれたか。ゆうじさんカウントありがとう。ゆっきーさんセミありがとう。みけちゃんさん、ゆっきーさん、たねさんありがとうございます。
ジョンさんこんばんは、ありがとうございます。ライブで首振りすぎて首振り症候群になってる。え、大丈夫？え、止まらないってこと？首振りが。863、コンドルさんありがとう、買いましたよ。え、今日買ってくれたってこと？ポーズの。おひつりさんバラありがとう。あら、豆柴さん、セミと私のポストカードを部屋に飾ってくれたんじゃ、ありがとうございます。サカピーさんもありがとうございます。そうやね、夏がね終わる予定ですが、また全然暑いね。クサヤンセミありがとうございます。夜は涼しいよね、確かに今日涼しいって言ってる。私はダマコ絶対にご飯に何も乗せないです。焼肉に限らず、いや美味しいと思うけどさ、お肉とかこう乗せて一緒に食べるの、でもその後のお米がかわいそうこれやっぱ別々で食べてこそこう白いご飯を堪能できるというね。波乗り親父さんこんばんは、ありがとうございます。おー、ブルームーンさん調べてくれてる。 Amazon で残り15点って書いてくれた。今日ちょっと溶けかけてるオラフ、ほんと確かにね、ちょグテーってなってるよね、コロボ。863こんばんは、ありがとうございます。ケンジセミありがとう。いや私もね、どういうつながりでお話をいただいたのかがわからないよな。だらっとしたポーズ、本当にその時に初めてお会いして初めて撮影させてもらってっていう感じで。ロッピーさんソロ写真集のりともありがとう。私の、いやまずはね、桜のを堪能してや。桜の楽しみだな、写真集。ケンジセミありがとう。おひつりさんハート。しんいちカウントありがとう。アントワーヌさんに、辰野倉さん、のんびりしたいねんさんこんばんは。上さんさんこんばんは。大工さん、レインボースターンありがとうございます。トキキさんこんばんは、ありがとう。え、リラクマさん今買ってくれた、ありがとう、嬉しい。楽天ポイントで。隊長、花火ありがとうございます。おー、レインボースターンもじゃ、ありがとう。タツさんこんばんは、ありがとうございます。だらっとしたポーズ集は以前滝山ファンの方に激おすすめされて買いました。あ、え、誰やろ、本当ですか、嬉しい。私からも激おすすめします。こちらすごい厚みがあってね、いやこの厚みでさ、この2500円でめっちゃお買い得だと思うんだよね。これすんごい厚みあるんだよ、これ重さと。800点収録してるんだって、すごい良かったぞ。このほの作のね、場所に関してはね、もうこの時結構めっちゃイチャイチャ系なんですけど、ほのぴ、ほの作けど、そんなにいつものほの作を見てると変わらんのよねだからそのいつものほの作がこう写真になったみたいな感じだな、とても。そう、事務所が変えて、事務所の方が変えてくれたみたいだな、ヤモピ。だから多分定型文消えちゃったんかも。グッチフルだ、ありがとう。グエコ、グエコありがとう、グッチフル、ありがとうございます。宝箱さん、プチありがとうございます、嬉しい。いらっしゃいませ、みるみるさん、はじめまして、来てくださってありがとうございます。みるみるさん、千葉さんこんばんは、ありがとうございます。乗っ取りではないと思う、このあ、何バナーがね、めちゃめちゃなんだろう、考えてくれとるやつやけ、うん。猫のダヤンさんこんばんは、ありがとうございます。マダオさんこんばんは、ありがとうございます。おー、ぬくもりさん、お仕事中にありがとうございます。ドナルドさん、セミありがとうございます。
これからもっと早くなる。22歳まで早かったけど。本当ですか。嫌やな、ゆっくり過ぎてほしい時が。秀幸さん、ありがとうございます。あれもこれも全部洗い流してしまいそうな空、胸いっぱい吸い込んで。ありがとう。ジャンさん、かおりさんルームよりカウント今日もありがとうございます。いや、だまこ逆にオールウェイズ呼び捨てで呼んでたら慣れてくるやないか。おお、はなちゃん、ぜひぜひみんなでチェキ取れるときに妻を連れてライブに行きたいですって言ってくださってる。ぜひとも。ペガサスさん、フル、ありがとうございます。花火700発残っていますので使います。ありがとうございます。あ、これショールームの。ありがとうございます。めっちゃいただいてるのかじゃ。ありがとう。おひつりさん、だるまに。おさっぴーさん、レインボースター。ペガサスさんもレインボースターありがとう。ストリートくん、小判。あれ、ワンガンさん、おくまいただいとった、ありがとうございます。ででん、ローマ字のマサさん、花火ありがとう。たくさん、みけちゃんさんも花火いただいてる。ひでゆきさん、音符に。じいじこうじさん、あ、間違えた、こうじ、じいじこうじ、ハートありがとう。のんちゃんさん、ハートありがとう。にじいろさん、ありがとうございます。金魚、あ、金魚鉢もだ、ありがとう。あ、たこ花火ありがとうございます。嬉しい、ありがとう。あら、めっちゃいただいとるよな。すごい花火上がってるよな。もうみんなでワイワイ話。中じいさん、こんばんは、ありがとうございます。だまこセミありがとう。とりまセミって、ようちゃんわかるかも。コーン好きだからサラダバイキングはコーンだらけになるって。わかる。中じいさん、でかちゃん、たけ兄さん、ありがとう。今日も京都で。隊長、こんばんは、ありがとうございます。おー、嬉しい。8月終わるので8月の幽霊を聞いて秋を迎えます。秋の曲がね、竹山あんまないですね。秋っていう感じの曲が、まあ、でもあんまりないか、秋っぽい曲。他でも、のりたまセミありがとうございます。ファーストテイク、あ、そうだそうだ、あたらよさんね。そうなんですよ、ちょっとまだ見れてないけど。10月無口な君を忘れる、うわー、すごい聞きたいな。服いい感じ、ありがとう。でかちゃん、ローマ字のマサさん、フル、ありがとう。フル、ゴエモンさん、こんばんは、ありがとうございます。ひなぼは高校卒業してから今までがいろいろあったと思うけど、あっという間だったんじゃないなりって。コラボ、いや、あの逆なんですよね。これがいろいろありすぎてすごい長く感じたんよ、この高校卒業してからのこの竹山の枝だから。竹山に、この頃の自分と今の自分かなり変わってると思います。考え方とか、えらい。今日は猫が道を渡るのを停車して待ってあげた一日一善。素晴らしい。心配になるね、猫が道路渡ってるのとか見ると。気をつけやよ。のぶさん、フル、ありがとう。夕暮れ迫る教室、また明日君に手を振った。ありがとう。今日もワンガンさん、セミありがとうございます。じゅんちゃんさん、こんばんは。ヨッピーさん、ありがとう。ヨッピーさん、まーちゃんもフル、ありがとうございます。
酒は飲めならば火の元一のこの槍を。ありがとう。ひなほさん的おすすめのページ。おすすめのページはね、やっぱ4人がめっちゃ出てるところがあって、4人がね一緒にお菓子パーティーみたいなしとるところが好きなんだよな。あ、でもこの4人でババ抜きしてるやつがあって、そこ好きなんだよな。だから見てほしいとことしては130とか130から137とかまで130ページ台めっちゃいいぞ。私のおすすめ、これ見せたいけど見せれんよね。1枚だけとかダメなんかめっちゃ見せたいんだけど。ひろひなさん、セミありがとうございます。ネットエメリカありがとうございます。爆笑の田中さんがひなぽんって呼んでたけど、もうそんなに親しい間から。確かにひなぽんって前の時も呼んでくださっとって、そうだ、密着してもらった時からひなぽんっていう、ネット M リーグの関係者さんとかの間ではめっちゃひなぽん言われてますね。嬉しい、ありがたいですね。ケンスケフォローありがとうございます。今日も、いや、そうなんですよ。浴衣でね出れるかなと思ったけど、やっぱ結局ほんとね、さ、もう直前まで収録してて難しかったですね。今日は体調セミありがとうございます。腰痛なのに馬肉食べたくてドライブしてしまいました。おお、馬肉食べに行ったってこと。よき大文字のマサさん、こんばんは、ありがとうございます。いや、牛丼もね普通に好きだけど、別だったらなお良きみたいな感じかな。あー、ワンガンさんでも分かる、つゆだく。そうなんですよ、つゆだくじゃない方が好き。ストリートくん、こんばんは、ありがとうございます。あ、そう、おにぎり、塩おにぎりが一番好きです。本当によくそのコンビニとかでも塩おにぎり買うことが多いかな。即答店さん、セミありがとうございます。夜勤これから行ってらっしゃい、ありがとうございます。おひつりさん、セミありがとうございます。あー、そうよね、銀天街の春屋書店さんがなくなるということで、はあ、悲しいわ。よく行ってたもん私も。 HADO さん、お疲れ様です。ターボさん、フルありがとうございます。ありがとう、ターボさん。そうです、バウンドさせない派です、ご飯に。自然界さん、ありがとうございます。浅はかねヒーローさん、カウントありがとうございます。こんばんは。なんといってもご飯はおかずだからねって。そうだで、おっきいさん。野菜炒めさん、こんばんは、ありがとうございます。あー、そうだね、だまこ、ツイッターが、インスタも見れんくなっとるんか、さくらの。ほんとに、ほんま。マイカグラさん、こんばんは、ありがとうございます。内容より重さで価格、いや、内容もうめっちゃぎっしりやけ、コロボ、内容も。ひなはる新鮮、ほんとに。そうですかね、結構ひなはるでおるとき多いと思うんやけど。本当ですか。草やんフルありがとうございます。明日までの資料制作のため、おお、お仕事、夜遅くまでお疲れ様、いってらっしゃい。ひでしさん、チャッピーさん、こんばんは。じいじフルありがとう、じいじ。今日もまみしばさんもフルありがとうございます。えなさん、今イベントされてるんですか。ファイティンです、えなさん。おー、すごい、今イベントされてるのか。
つも来てくださってるエナさんが、配信者さんのね、新一大将さん、フルありがとうございます。自分もインスタ見て注文しましたって。あ、本当ですか、ありがとうございます。嬉しい、お仕事行ってらっしゃい。それはぜひいっぱい見てもろて。熊田プーさん、こんばんは。熊吉さん、ありがとうございます。ターボジェットさん、こんばんは、ありがとう。小太郎さん、フル、ありがとうございます。わあ、なんだっけそれ、聞いたことある気がするぞ。ポルノグラフィティさんのサウタージ。うわあ、それ、うわあ、どんな曲だっけ。テテレテテレテテレテは違うし、なんだっけな、なんだっけ。ミシャさん、ありがとう。ひなほが一番って言ってくれてる。いやー、わかる。あー、でもそれはわかる。おひつえさん、 TKG は美味しいよね。あー、確かに矛盾が生まれてしまう。これでアスポン、センミ、ありがとうございます。本当ロッピーさん、熊本で、そうだね、熊本を撮らせてもらったよね、ジェキとか。ひなたさん、はじめまして。ヒューガさん、ひなたさんかな、来てくださってありがとうございます。はじめまして。ひろくん、お帰りなさい。お仕事、ちょっと昔のツイート見つけたら、ヤマピーさん、あー、呼んでたよね。いつからヤマピーになったの私。ジージハト、たくさんありがとうございます。めっちゃくれとるや、500個ありがとうございます。すごい、ひらがなのカズさん、フロー、ありがとう。マダオさんも、フロー、ありがとうございます。タケパッパさん、プチカウント、ありがとう。ブルームーンさん、フルコース、ありがとうございます。ブルームーンさん、ブーちゃんさん、こんばんは。コウジも、プチ、ありがとう。マサルさんだよさん、今日もありがとうございます。タックさんに、カンちゃん、フロー、ありがとう。名前のない怪物、黒い鉄格子の中で私は生まれてきたんだ。悪意の対象を願う、望むがままにお前にさあ与えよう。正義を壊して、壊される前に。ありがとう。いいよね、ひろく一周、ありがとう。お仕事お疲れ様よ、しんこ。お疲れ様。カペさん、こんばんは。ケンジフロー、ありがとう、ケンジ。今日も。よっ、お猿さん、ありがとう、セミと。あら、みんなありがとう。だらっとしたポーズを発注してくれたらしい。ありがとうございます。サカピーさんもフロー、ありがとうございます、今日も。南海放送さんの私のお仕事チケット取りました。 ありがとうございます。9月20日のドキュメンタリー、嬉しい。いや、私も見るのめっちゃ楽しみなんですよ。海さんが撮ってくれてて、海さんと松下さんっていうあのカメラマンさんと撮っていただいてます。おひつりさん、フロー、ありがとうございます。セブンのコーンを冷製パスタに入れて、絶対美味しいやん。いいね、やろうかな、それ。とろけるさん、セミ、ありがとう。あー、全然ありがとうございます。セミまで。滝山入ったのは、そう、高校卒業してすぐですね。まあ、すぐというか、まあ、夏ぐらいかな、卒業して出した年の夏だから、高校生は普通の高校生活を過ごしてましたね。だから他のメンバーはね、高校生活とこう竹山との両立が大変だったんじゃないかなと思います。本当に、うわー、ありがとう、じいじ。あ、あ、タコ花火も上がってる。ありがとう、みんな。ハート1000個くださっとるよ、じいじ、ありがとう、嬉しい。てるてるさんもフル、ありがとうございます。てるてるさん、電話してもらおう。すごいな、じいじ、
ペガサスさんもハートありがとうございます。カノンさん、花火、ツッコン、レインボースターありがとう。ペガサスさん、バラニコバンダありがとうございます。ゴエモンさんも花火ありがとう。新一、レインボースター、ケンスケ、バラありがとうございます。ひでゆきさん、音符ありがとう。まーちゃん、だるまだありがとう。じいじ、レインボースターありがとう。おかきさん、ハート。おさぴーさん、うま、ありがとうございます。あ、おかきさん、バラまでいただいてる、ありがとう。たくさん、レインボースターにバラに小判めっちゃいただいて。しんいちも花火ありがとう。いずきゅんさん、バラに小判ありがとうございます。けんじ、かわいじゅこう。あ、いずきゅんさん、だるまレンジャー。おひつりさん、レインボースター、 4個もくれてる。お、けんじ、おくまありがとうございます。おくまありがとう。ローマ字のマサさん、花火、ピンクのありがとう、めっちゃいただいて。ケンジもだ、ピンクの花火ありがとう。ペガサスさん、ダルマレンジャーありがとうございます。たくさん、ありがとうありがとうございます。うわーい、ケンジタコ、チョコもありがとう。アダさん、花火、緑のケンジ、バラに小判ありがとう。あ、アーダさんがタコ花火くれとった、ありがとうございます。すごい、リュウさん、ハート。ローマ字のマスさん、レインボースター。ストリートくん、ピンク花火ありがとう。ヤッくん、ダルマレンジャーありがとうございます。リリリリリリリ、読んだっけ。わあ、結構消えてるなこれ。ドナルドさん、フルありがとう、よしんこしてもらって。ニニフさん、こんばんは。あー、そうだよね、それツイッターでも見た。カノーさん、そして奥様もフルありがとうございます。そうよ、ずっと解禁で来てくれとったんにね、ごめんね、昨日早かったの。いつもありがとう、毎日。黒田節です、ジョンさん、そうそう。ポップマスターさん、こんばんは、ありがとうございます。ユッキーさん、フルありがとう。リンドンダン、鐘が聞こえたら行くよ、飛び出せ上昇気流に乗って、ありがとう。よいしょ。みごまちさん、フローありがとうございます。今日も、あ、本当、さとしさん、いってらっしゃい。一旦抜けるってことかな。その日暮らしさん、セミヨシンカンありがとうございます。大勝さん、フローありがとう。大勝さん、山田さんかな、山田コウさんかな、お疲れ様ですって言ってくださっとる、ありがとうございます。大工さん、2週カウントありがとう。今日もやすーさん、こんばんは、ありがとう。お、ひろしさん、会いたかったぜとやって、ありがとう、ありがとうの、おー、自分の誕生日とかを自分で祝ったりする人ですか。自分では何か買ったりせんかな、誕生日の日に。あまりないかもです。おかきさん、のんちゃんさん、こんばんは、ありがとうございます。かき氷、私結構ブルーハワイ味が好きかな。まみしばさん、かおりんさん、はじめまして、来てくださってありがとうございます。ひらがなのランボさん、お疲れ様です。大文字のえなさん、イベント中にありがとうございます。来てくださって、次枠58分から、あ、11時58分からになってる。えなさん、あららら、ありがとうございます。イベント中にフルマンでしていただいてる、ありがとうございます。間違いを
恐れて過ごす日々にやりたいことさえ見失ってる。ありがとう、みなちゃんさんもフルありがとうございます。あゆみさんが好きなラブライブのミューズさんの曲何か、何しよっかな。まっすぐな思いがみんなをつなぐ、本気でも不器用をつなぎ合う心、それでも見たいよ大きな夢はここにあるよ、始まったばかり、楽しいだけじゃない。ちょっと待てよ。未来行くんだよ、始まったら強い、ねねねなってくよ、きっとね変わり続けてさ、それぞれが好きなことで頑張れるなら。この曲好きなんよな、めっちゃ。そう、忘れかけとった。でもあださんフルありがとうございます。ボイスチェンジで一言、高い方の声。あださんフルありがとう、今日もありがとう。おさぴーさんに、おお、たまこありがとうございます。それはおさぴーさん、はよおねよ、睡眠不足は一番ダメよ。ありがとう、今日も。それは私の今日の配信効果ですか。さっきと在庫の数が減ってるらしい、このダラッとしたやつ。マジありがとう、みんな。ひろひなさんフルありがとうございます。ピルクルセミありがとう、今日もこんばんは。山田さんカウントしてくださってる、ありがとうございます。コバキンさんこんばんは、ありがとう。カリタもカウントありがとうございます。ゆうくんさん来てくださってありがとうございます。星ゆうくんさん、慎太郎さん、おお、おかえりなさい、会社から、お疲れ様。リュウさんにフジモンさんありがとうございます。せっかくのエクスペリアでもっと写真を上手うまく撮りたいって言ってる。ファンミたくさん撮ったよ。おお、ありがとう、エクスペリアで嬉しい。あ、アスポン本当ですか、ほぼフルってことしてくれたの、ありがとうございます。ありがとうございます。アスポン、バンクーバーさんフルありがとうございます。曖昧な嘘並べて取り繕った世界は息苦しくて窮屈だから。ね、最近リアル歌ってないな、私も。ありがとう。のりたま、カウントありがとうございます。よく買うお米の品種ですか。いやー、これがね、そこまでその高いやつは買えてなくて、そうなん、いつもは無洗米のお米を買ってるかな。愛媛のね、ならではのやつなんですけど、結構お買い得、お手頃のやつだわよ、いつも。はるさんこんばんは、ありがとうございます。だらっとしたポーズカタログ撮影かなりお時間かかったのではないかと。あ、そうですね。でもね、1日でもう朝めっちゃ早朝から1日かけて撮ったっていう感じですね。サカピーさん、マリリンさん、あれ、新しいマリリンさんかな、はじめまして、ありがとうございます。おお、ポップマスターさん電車からお疲れ様、一周ありがとうございます。35分かい、待って、めっちゃ遅れとるね。まさみゆるさん、ありがとうございます。明日も頑張りましょうね。ひろさん、カウントとフルありがとうございます。今日も呼び捨てにするために MP 下がっていく、なんでじゃ。MP って魔法使いよるんかい。
リュウさんハートたくさんありがとうございます。ヤックンフルありがとう。ヤックンエイジさんもフルありがとうございます。やめるんだバイキンマン、元気100倍、アンパンマン。最近やれてなかったからね。カタカナのケンジさん、セミありがとうございます。私ももうライブ終わったばっかりだけど、またしたいなと思うわ。すぐ、ありがとうございます。自宅からの配信できるときするよ、アラノミ。そう、またします。ワンガンさん、フルありがとうございます。今はいけないけど、飲みに行っても味噌汁と白いご飯を頼んじゃいます。あー、わかるー。お味噌汁もめっちゃ好きなんよね、私。わかるわかる。お吸い物とかも好きやけど。ようちゃん、フルありがとうございます。ありがとう。え、何の曲だ。私わからんかもしれない、その曲。鼓動っていう曲。どなたの曲だろう。マグバさん、さっきのが初めてかもね。コメントいっぱいしてくれとったら、すみません。りょうせいさん、こんばんは、ありがとうございます。マリオさん、こんばんは、ありがとう。マリオさん、カツオさん、こんばんは、ありがとうございます。え、初見さんのミントさんかな、新しいミントさんかな。こんばんは、ありがとうございます。いつものミントさんかな。万太郎さん、こんばんは。あら、流星さん、カウントまでありがとうございます。嬉しい。ランボさん、歌声が好きです、だって。ありがとうございます。嬉しい。アントワンヌさん、ありがとうございます。え、嘘、2年前に。じゃあ出たての時に買ってくださったのかな、ポーズカタログ集。ゼロさん、カウン…あ、間違えた、ドームさんやった。フル、ありがとうございます。今日もドームさん。おお、ペガサさん、めちゃめちゃだるまくれて、ありがとうございます。すごい。大文字の国さん、こんばんは、ありがとうございます。てちゃん見ましたよ、スクショ。ありがとうございます。あのファン見の時の、そうそう、めっちゃ撮ってくれとった。え、顎にグエコ置いてました、私。ほんと、でもこう、なんか落ち着く。夜の帝王ターちゃんさん、こんばんは、ありがとうございます。あやかさん、お疲れ様です。今日もありがとうございます。こんばんは、あやかさん。のりたまフルありがとうございます。お、こうなってしまうことは本当は最初から分かりきっていたはずだったのに、変わってしまうのなら終わりがあるなら初めから何も入れなかったのに。いいよね、この曲。ありがとう。リラックマさん、ありがとう。今日もフル。リラックマさん、ジンさん、今日もありがとうございます。お、クラッシャーノブさん、こんばんは。49分、やば。ちょっと締めたいと思います。早めたらフル、ありがとうございます。ねえ、どうしてすごくすごく好きなことただ伝えたいだけなのに、ルルルルルル。ありがとう。お、カツオさん、ツイッターのやつかな、聞いてくださってありがとうございます。なだそうそう。うん、体調。お仕事中に。あ、今日はお仕事じゃないのか。お疲れ様、フルありがとうございます。明日からお仕事か。辰野倉さん、ありがとうございます。辰野倉さん、
よったくんさん、フォローしてくださったのありがとうございます。嬉しい。たまティーナー、そうなの、あらうまい、めっちゃ食べてる私。おしつれさん、おいしいのよ、あらうまい。山下さん、こんばんは、ありがとうございます。よしドットさん、はじめまして、ありがとうございます。よしドットさん、ありがとうございます。おお、ゆきさん、ありがとうございます。音符キラキラ。あー、探偵はもうのエンディング鼓動っていう曲なんや。全然覚えられてないな。おお、仕事お疲れ様です。ぬくもりさん、よしんこん、夜遅くまで一旦追いつきましたね。じゃあちょっと音も先に行きたいと思います。今日のお供さ、これ飲み物なのって思ったんだけど、飲み物のコーナーにあって、で、食べれる飲み物みたいな感じなんですよ。見てこれ、マンゴー果汁入りのとろける食感、これなんていう飲み物、アンゴー、マンゴー、マンゴージュースです。のマンゴー果汁入りって書いてるけどさ、もうなんていうの、逆に果汁がメインみたいな飲み物だよね、これ。なんじゃこりゃと思って買ってきました。 M の主張激しすぎやし、これすごいよね。これ缶切りがいらないけど、もうなんかこんな缶の感じです。もうすごい、缶詰じゃないらしいよ、まあ、缶詰だけどね、飲み物らしいです、主体が。そうなんや。いやー、うわっ、うん、え、もう思いっきり、なんだろう、もうなんか、え、ふ、これは音フェチできるのか。危ない一応フォーク持ってきたんで、フォークで入れます。うわっえ、これ絶対メインだろ、果肉が。え、これ缶詰だよね。なんか新食感みたいな感じで書かれとったけど、いやこれ缶詰やん、めっちゃ缶詰やん。では、お供あるかと一緒に乾杯。どうやって飲もうこれ。うわっ、濃い、濃い、すごっ。もうマンゴー、マンゴーの、マンゴー中の汁を集めたみたいな。いただきます。おいしい。いや、でもこれ本当に飲み物として紹介されとったんよ、買いに行ったらよ。なんか本当にジュースだ、ジュースとして売られとったんやってなんだこれと思って買ってきたんやけど、普通に缶詰だこれ。騙されてるってこと？これ。
まるでマンゴーのようだわ。うん。うわ。まるでマンゴーのようだ。こうちょっと思ってたのと違うわ。でも私もうこの缶詰なんか見た目が、まあ、その缶詰っぽいけど中を開けてみたらもうジュースが主体で、まあ、ちょびっとマンゴーが入ってるかなみたいな感じかと思ったら見てもこれもうマンゴーしかない。いいね、美味しいよ。はい、ちょっとこれはまた食べるわ終わったら。想像以上に量もあるしすごいわこれ。よし、そうだ、とりあえずちょっと待って、今日はこれで。ちょっと曲をかけながらギフト読ませてもらいますね。ドゥクドゥン、のりたまめっちゃハートありがとうございます。たくさん、だるまレンジャーに小判、おさっぴーさんもハートありがとう。あ、バラモンじゃありがとうございます。ひでゆきさん音符、あたさんタコありがとうございます。ブイヤソー、めっちゃのりたまくれてる、ありがとうハート、ありがとうございます。みけちゃんさん花火ありがとうございます。伝説のマンゴー会。よし、ではあれ、私、あ、ではランキング見せていこうと思います。私さ、あのカバンをさ新しくしたんだけどさ、ちょっとねカバン新しくしたんやけどね、恥ずかしいぐらい透けるんやけど。これ買い物失敗かな、なんかもう想像以上に透けるんだけど、なんか夏っぽいからいいかなと思ったけどさ、もうこれ全部透けちゃって恥ずかしいわこれ。どうしよう、もう使うか悩むレベルで透けるんだけど、どうしようこれ、透け透けだわ、はあ、スケルトン、ビニール袋ちゃうわ、めっちゃいい生地だわ。よし、ではでは、そう、透明なカバンはね最近流行ってるみたいだからね。よしよし、ではランキングを見いきたいと思います。今日もありがとう。13位おひつりさんありがとうございます。今日も団長ありがとう。12位あたさんありがとう。あたさん今日も団長ありがとうね、お疲れ様。11位タクさんありがとう。タクさん今日もタクさんありがとう。10位ワンガンボーイさんありがとう。ワンガンボーイさん男女いつもありがとう。9位虹色さんありがとう。虹色さん今日もありがとうございます。8位ローマ字のマサさんありがとう。男女いつもありがとうございます。ラッキーセブンおさっぴーさんありがとう。明日はいい日になるぞい、ありがとうございます。6位新一ありがとう。新一今日もたくさんありがとうございます。そして5位ジジーありがとう。ジジー男女いつもありがとうございます、お疲れ様。4位隊長ありがとう。隊長たくさんありがとうございます。今日も明日からお仕事頑張って。そして3位あぼんのりたんまん、のりたんまんありがとうございます。たくさんありがとうね今日も。そして2位
君はペガサスさん、ありがとう、ありがとうございます。今日もありがとうございます。そして今日の第1位、アボンケンジ、ありがとう、めっちゃいただいてありがとうございます。たくさん嬉しい、ありがとう。2315名様たくさん来てくださってありがとうございます。毎日配信やってるのでよかったらルームフォローしてまた会いに来てくれたら嬉しいです。ではカラオケを1曲歌って終わりたいと思います。今日も一番高いとこに登ってマンゴー買いに行ってや、みんな音も探してや。これそれでは何でもリクエストお待ちしてます。リクエストタイム用意スタート。やばい、もう半分ぐらいインク使ん、私の筆箱に入ってるやつ。あー、私その曲最近聴いてるけどまだ歌えるまでになってない。森山直太朗さんの夏の終わり、8月の幽霊、マンゴーの歌。あー、それでも歌えはキウイパパイヤマンゴーだねってやつ。テレレテレレテレ、10月無口な君を忘れ。あー、それもな、あの途中からねちょっと自信なくなるような。ハレハレ愉快、てててそばかすオンリーマイレールガン、カラクリピエロ君がくれた夏、9月の扉あなたがいる、エターナルブレイズお邪魔女カーニバル、立ちつてとパワー、おー、8月の幽霊ハモリバージョンマジ、9月の雨君煩い、プラネッツファイナリー、はるかエターナルブレイズ、どこまでもこの道を、あー意外にマンゴーっていう曲聞いたことあるかも、ロマンネ、プラネタリウム三元、115万キロのフィルム、ここにしか咲かない花、さよならの向こう側、プロローグ、クリスハート、あ、そっか、今日 I love you の日だもんね。桜、小袋さんのね、革命前夜、おー、あー、テンバレンさんか、オースサイン、君はずらい、スーパーフライさんの、ビューティフォー、あなた解剖常連か、ウェービーワン、プラネタリウム、よし、オッケー決めます。今日はじゃあ8月最後の日なので、私たちの竹山 3.5 の曲の8月の幽霊1曲とカラオケを1曲歌おうかな。